今回のモテギ流掃除講座は IH クッキングヒーターの天板にこびりついた焦げ付き汚れを落としていきます。これまでだったら重曹やモテギカズヤでこすって落とすという方法で落としてきました。動画でもご紹介したことがあります。で、今回はですね、洗剤で溶かして落としてみようかなというふうに思っているんですけれども、うまくいくかは分かりません。で、どんな洗剤を使うかと言いますと、こちらです。モテギカズヤ焦げ落としジェルです。主にこの焦げ落としジェルを使っているのは鍋とかフライパンの裏側にこびりついた焦げなんですよね。これまでも動画で何度かご紹介してきましたが、もしかしたら同じようにこの天板の焦げもいけるのではないかというふうに思いましてやっていきたいと思うんですけれども、天板はガラス製ですから、もしかすると変色してしまうことも考えられます。なのでそのあたりも確認しながらやっていきたいと思いますので、どちらかというとお掃除方法のご紹介というよりは洗浄テストという形になりますね。では汚れ具合をお見せしましょうか。まずは向かって右側比べるとこちらはそこまで汚れていないですね。今回なぜ洗剤を使って溶かして落としてみようと思ったのは、傷が結構目立ってきまして、ここにもありますよね。この傷に汚れが入り込んで結構目立つようになったからです。どうしてもこすって落とすやり方ですと、この傷の中の汚れを落とすことが難しいんですよね。こっちは結構しっかりめに焦げがついてますね。はい。そしてここにもありましたが、傷、この中に黒い焦げが入ってまして、だいぶ目立ちますよね、この辺りの傷は。あとこっちにも、はい、ありますから。といった状態です。これ実は焦げだけじゃないんですよね。水垢も混ざっているんで頑固なんですよ。なのでどんな落ち方がするのか正直わからないというところと、果たして本当に傷んでしまうのか変色してしまうのかというところもポイントですね。ではやっていきます。はい、よく振りまして、そしてまずこのぐらいつけましょうか。はい、こんな感じで。そして歯ブラシでこすりながら塗り広げていきます。傷に沿ってこすっていきます。では左側も塗り広げていきます。こっちも傷に沿ってこすり洗いをしていきます。はい、一通り薄く塗り広げましたので、このまま2分ほど放置します。はい、2分経過しましたので、ここでもう一度歯ブラシで磨いてみます。まずは右側から磨いていきます。あ、落ちていきますね。落ちていきますが、傷に入り込んだのはちょっと厳しい感じですね。うん、落ちていきますね。で、落ちていきますけれども、ここで心配なのが変色しているかどうかですので、ティッシュペーパーで一旦拭き取りまして、結構取れましたね。そして今回ウェットティッシュ使いますけれども、水拭きをして、そして空拭き。はい、変色しているような感じはないですね。白くもなっていませんし大丈夫そうですね。ただ傷に入り込んだ汚れを2分放置で落とすことはできませんでしたね。それでは引き続き左側をやっていきますが、3分ぐらいは経過したと思います。汚れもいくらか落ちていきますけれども、まだちょっと残っている感じですね。そうですね、もう少し放置した方がいいと思いますので、これから10分放置します。なのでつけてからだいたい15分弱ぐらい、そのぐらい経過したということになりますね。では一旦カメラを切ります。はい、10分ほど経過しましたので見ていきますね。あ、ちょっと乾いてきてますね。うん、もうちょっと厚く塗った方が良かったと思いますね。で、汚れ落ち具合は、まだしつこいですね。こするとある程度落ちていきますけれども、簡単ではないですね。そして肝心なこの傷の中の汚れですけれども、全然ダメですね。このぐらい汚れていると、やはり15分放置でも厳しいですね。ではこの辺りも綺麗になっていると思いますので、変色しているかどうなのかの確認をしていきます。まずは
から拭きをして、うん、結構乾いちゃってますね。そして水拭きで、さらにから拭き、はい、変色しているようには見えませんね。大丈夫そうです。なので引き続き放置をしていきますが、ちょっと追加します。追加をして、いつも鍋の裏側の焦げを落とすときは30分放置しているんですよ。で、今回なんで2分15分ということで見ているかというと、変色しているかどうかの確認をしたかったからなんですけれども、長く放置する場合はやっぱり厚く塗ってあげた方がいいですね。はい、それではこのまま15分放置します。なのでトータルだいたい30分ぐらいということになります。はい、あれから15分経過しました。ではこのタイミングで歯ブラシで磨いていきます。このあたりまだ残ってましたけれども、どうでしょうか。あ、落ちていきますけれども、完璧に落ちていくといった感じではないですね。でも15分経過した時よりも明らかに落ちは良くなってますね。あとこれですよね、傷の中どうでしょうか。ちょっと難しかったですね。液が染み込んでいって歯ブラシの毛先が入ればいくらか綺麗になるのかなと思ったんですけれども、多少は薄くなってくれたように見えなくもないんですけれども、どうでしょうか。はい、それでは拭き上げていきます。まずティッシュで液を取ります。ウェットティッシュで水拭きをします。もう一度ティッシュで拭きます。から拭きですね。それでは洗浄後の様子をお見せします。はい、茶色い汚れはだいぶ落ちたんですけれども、若干残ってもいますよね。うん、はい。そして今回一番落としたかった傷の中の黒い汚れはまともに落とすことができませんでした。はい、ただ30分放置しても変色した様子は見られませんね。はい、といった感じです。はい、ということで今回はモテギカズヤ焦げ落としジェルを使って IH クッキングヒーターの天板についた焦げを落としてみましたが、いかがでしたでしょうか。残念ながら完璧に落としきることはできませんでした。それは傷の中に入った黒い汚れだけじゃなくて、傷でないところの焦げ汚れも少し残ってしまったという結果になりました。もしかすれば30分じゃなくて40分1時間と長く放置すればもっと綺麗になっていたのかもしれませんが、素材を傷めるリスクがやっぱりつきまといますので、試しながらやっていくという形になります。ただ我が家のこのガラストップについては30分ぐらいでは変色しないということが確認できましたので、今度やるにしても30分までは試し洗いの必要がなくなりました。とはいえ天板についた焦げ付き汚れについてはそれなりに研磨力のあるクレンザーで磨いて落とした方が手っ取り早いですね。楽さ、そして仕上がり具合、そしてコスト的にもクレンザーの方がいいと思いました。さらにはとっても強いアルカリ性ですので、ガラス素材に影響を与えてしまうということももしかしたら考えられるかもしれませんので、クレンザーで落とした方がいいですし、今回やってみてこの焦げ落としを使う方法はですね、おすすめできないのかなというふうに思いました。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。